し、やるか。はい。いよいよね。うん。まだまだプレオープンだけどな。みんな来てくれるかな。来てくれるよ、絶対。リンもいっぱい手伝うね。ありがとう。ありがとうな。あ、いらっしゃい。お試し住居の近所の人。板橋くん、プレオープンおめでとう。いらっしゃい。君は地域おこし協力隊の本田くん。板橋さん、お久しぶりでございます。こんにちは。いらっしゃい。あなたは福島県で大活躍中の話家ゴロス決勝。いや、ね、いい店だって聞いたから。いらっしゃい。こんにちは。あら、香り食堂の香りさんと娘さん、ありがとう、来てくれたんだ。ね、言ったでしょ。ああ、嬉しいな。ほら、お客さんにお水。あ、はい、わかりました。お水お持ちいたします。佐川のキュウリを使ったカクテルです。新鮮なキュウリじゃないと美味しくないんで、鮮度にはこだわってるんですよ。まあまだ試作品なんですけどね。失礼します。お待たせしました。スカキュウです。キュウリ焼酎。そうです。うまいんですよ。おすすめなんでぜひ。お待たせしました。カッパ麺です。すごい。はい、ありがとうございます。美味しそう。じゃあ皆さん本当にありがとうございました。乾杯。ありがとうございます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 。師匠もありがとうございます。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 乾杯。ありがとうございます。やっとだから、まあその場所選びもやっぱすげえ難しいというか、街中に作った方がいいのか、それともちょっと外れても人が来るような場所がいいのか、いろいろこう考えて、でも街中のやっぱこれが俺がこの街でやりたかった夢。手応えは想像以上にでかい。舞台に立って観客たちに拍手をもらった時、そのくらい嬉しいものなんだな。あ、いらっしゃ。親父。昔こう親父がよく行きつけの店があって、よく連れてってもらってたんですよね。地元の人がいろんな人がいるような店なんですけど、みんなそこでああでもないこうでもないってこうずっとくちゃべって、まあ、楽しそうにはしゃいでて、まあ、親父が一番はしゃいでたんですけど、まあ、楽しい場所は作れたらなって思ってますね。この時代に、この須賀川で。いい店作ったな。どうぞどうぞどうぞ、は、上がってください。こんにちは。あ、あの、親父です。時満ちて秋の宴の錦かな。